ゆい、ただという字に行きますね。じゃあ四角に近い口ね、縦横同じぐらいで少し下を狭くして閉じます。上の位置からだいたい45度ぐらいでいいかな。下から縦を持っていきますね。じゃあこれが先です。こっから右上がりに持っていって、この位置が口の半分あたりに来るといいですね。じゃあ縦を持ってきて、この2本は同じ長さぐらい。最後は一番長くですね。ここよりも長く。ここを少し残すとバランスが良いです。